キラセイゴ釣れました。何センチぐらい、これ40ぐらいはあるかね。アジ食べてみてもいいだろう。うん、荒炊きとお刺身とお寿司ね。はい。こんばんは、コウキ TV のコウキとお父さんです。今日はね、久しぶりに夜釣りに来ました。3人でね。そう、ちょっとでもね、今日はあいにくの風が強い。うん、やや強いってね、天気予報ではなってます。結構強いよね。でもこの風防つけてるけど、ちょっとどうかね、ゴーって音がついてたら難しいかな。いやね、今日は小アジを釣って、泳がせ、うん、アジをね、泳がせてみようと思います。大きいアジ釣れたら、それも泳がせ。大きいアジ釣れたら持って帰る。うん、持って帰ろう。持って帰って刺身とかにして、ミャン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 。ちょっとね、とりあえず今から準備します。出発が遅くなってね、現在の時刻12時です。12時半ぐらいやね。うん、小アジはね、正直釣れる、すぐ釣れるんじゃないかなって思っちゃう。餌をこのスコップで入れて、えい、うん、こうやって押し込んで入れて、一回そこまで落としてどんどんやないの。いや、そこまで落とさんでもいい。ちっちゃいのが欲しいだけやけ、あまりそこまで落とすとね、あの根に引っかかる可能性があるけ。あ、おるよ。なんかちっちゃいのが、ちっちゃ、なにこれ、あれ、オラ。いや、アジやね、一応アジやけど、こんなんよ。お、ビクビクってきた。あげてみようか。うん、どう。あ、同じぐらいのサイズやね。うん、またちっちゃいね。動くな。とりあえずもうバケツに入れる、ちっちゃくても。それしかおらんのかな。うん、多分おらん、これぐらいしか。アジを持ってやって、オッケー、これでいいよ。じゃあちょっと1匹もらうよ。かわいそうやけどね、ちょっとお願いします。頑張ってもらいましょう。潮というか風がね、こっち向きなんで、戻ってくるかな、どうかな。いいけどやっぱり微妙。よし、ダメか、弱いかな。あとはね、もう正直待つしかない。大きいのがかかれば、これがじーっと出ていく。ちょっとあの遠くに投げるアジのね、仕掛け。わあ、よう釣ったね。もうちょっとサイズの大きいアジがかからんかなと思って投げるよ。やっぱりさ、あ、やばい、寝がかりした。あ、治った。寝がかりした、治った治った。あ、食べられとる。一回なんかジーって言ったような気がしたんよ。あ、なんかグーンって食ったな、今。なんかおる、なんやったんやろ。さっきのはなんやった、わからん。相当強いなんかやった。お父さん、ん、波木があるやん、うん、あれと逆向きにさ、うん、バシャーンってなっちゃったんよ、うん、目の前のすぐそこら辺で、うんうんうん、あれはなんなん。下から飛び出してきとったら魚を食べよるやつね、小魚を追っかけて。あいつだ、間違いない。しっかり食べさせて。外れた、いや、釣れとる。タモ持ってきてや、タモ。ん、タモ。そんなに大きくないけど、タモ伸ばして、タモ伸ばして。
マックスまで伸ばして。母さん変わろうか。おるね。入れて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 。持ってきてこっちに。オッケー。上げて。うん、そう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 。オッケーオッケー。そう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 。垂直垂直。立ち上がって。そう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 。そうやって持ち上げる。何これ石台？いや、平鈴木やろ。なあ。平聖子やね。聖子。うん。やっと。初めて網で上げた。うん。いいよいいよ。よう救ってくれたね。ま、これはいけるよ。平聖子釣れました。何センチぐらいこれ？40ぐらいはあるかね。40ぐらいはありそう。よし、お刺身を確保ね。うん。よいしょ。これがね、平鈴木、平聖子か、聖子ですね。まだ鈴木のサイズじゃないので、46。後期がね、泳がせ釣りのために一生懸命釣ってくれた小アジ、ざっと数えて70匹ぐらいかな。これを今日は唐揚げ、平鈴木はね、もうお刺身とお寿司とカルパッチョ。全部油です。味の唐揚げがね、作れます。いただきまーす。南蛮漬け美味しそうやな。こっちが唐揚げで、これがカルパッチョね。後期は不在です。夏祭りでね。花火大会。うん、そうそう、花火大会か。小アジがね、すごく小さかったから、本当にこれぐらい頭もいけるよね。うん、おいしい。うん、うまい。ゼイゴも取ってなかったけど全然気にならんね、うん、このサイズならね。カルパッチョ食べてみた？食べてみたら美味しかった。美味しかったけど美味しい。
すごい油が乗ってたからね。あの油を引き出すにはやっぱり3、4日熟成させた方がええんかもしれんけど、この初日のコリコリっとした食感ね、うん、もまたいいよね。これ、うん、アジ食べてみてもいいだろう、うん、食べていい？もう全部いける？うん、全部いける。いただきます。うん、うまい。あんまりあれよね、こうちゃんは南蛮漬けはそこまで好きではないよね。うん、まあ一匹でもね食べてみて。夏はやっぱいいよ、暑い夏には玉ねぎたっぷりで。いただきます。小味は全部だって釣ったもんね、一人でね。おいしい、うん、うまいな。おいしいやろ。やっぱ自分が釣った魚となるとまた一味違うよね。ヒラスズキはね、ちょっと一晩寝かせて、うん、明日お寿司やってみようか。うんうんうん、ね、美味しいと思うよ。はい、ヒラスズキの荒炊きと、こっちが腹側のお刺身と、そしてお寿司ね。はい、握りました。さあ、じゃあ早速いただきます。いただきます。お刺身ね、美味しいと思うよ。お寿司ね。あ、お寿司ね。これは最高と思う。うん、ま。三人で釣り上げた。うん、今回ヒラスズキだからね。よかったね、一匹釣れてね。そう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 。うん、ちょっとね、この荒炊きもね、身がすごい柔らかいからね、食べてみてほしい。尻尾のところもね、捨てずにそのまま入れたんやけど、身がほんとふわふわ。ヒラスズキのほっぺたとかもあるけどね、ほっぺたあげようか。食べてみて。いただきます。マジでうまい。もうやばい、うまい。じゃあいただきます。わさび入れてないけど、うん、いいよ。うん、美味しいね。うん、じゃあね、今回の動画はここまでということで、また3人で行けたらいいね、次にね。うん、うん、それじゃあ次の動画もまた見てね。バイバーイ。バイバーイ。